維新野球部と雑談。昔の部で、昔は非常にやばい危険な時代であった。自分で自分の身を守らなければならない時代であった。だから武芸は自分の身を守るために必要。負けたら殺される、そういうことで自分をで自分を身を守るための技術が武道であった。武芸であった。また武芸がうまければそれでいわゆる就職できた、侍になれた。侍になってもまた戦場で出なければならない。また武芸がうまくなければ戦争で殺される。そういうことで昔の武芸は身を守るために必要である。また就職あるいは自分の武士として上がっていくためにも必要であった。しかし今の後になってだんだん自分の身を守るための必要性は、例えば明治維新以後、自分の身を守るための武芸はそれほど必要でなくなった。警察が守ってくれた。また武芸が強いから言うて昔と同じようにこれが就職のために役に立たなくなった。特に太平洋戦争終わってからの武芸というものはもう全くと言うほど自分の身を守るために必要ではない。110番すればすぐ警察が飛んでくる。危険を感じたら110番、これで十分。また武芸がうまいからというて就職やそんなに役立つわけではない。今は楽しみとしてスポーツとしてやるようになった。なし昔は大変必要なもの、身を守るため、就職のため。今は身を守るためにも必要でないし就職のためにも必要でない。必要性の度合いが違ってきた。むしろ今の武道はスポーツとして楽しむものになってきた。だからいろんな、昔はルールがなかった、今はルールがある。ルールで大会で試合で楽しむものになってきた。昔は一生懸命新しい武芸を考えて相手に勝つことが必要であった。今ではそういう必要性がなくなった。昔はいろんな流派がだから生まれた。今は新しい流派は武道はほとんど生まれてこない。今はみんな今やっていることを信じて疑わず、ルールに従ってそれを楽しんでいるだけというスポーツ武道になってきた。まあそれはそれとして時代の流れ、スポーツ武道もいいと思う。
ただスポーツ武道は大体若い時だけの武道になっている。20歳前後から35ぐらい。年取ったら参加できない。特に老人は参加できない。昔は老人でも戦争になったら駆り出された。老人でも身を守らなければならなかった。今はそんな時代じゃない。まあ私は武道が好きだからそこで考えた。老人になってもできる武道、老人になっても若い人に負けんようにできる武道、それは何か、そういう考え方でやっているのが私の維新の起武道である。私は来月88歳になる。今できるということは老人でもできるということ、こういう若者のスポーツの時代にもう一回老人でもできる、後期高齢者でもできる武道を考えてみようというのが維新陽気武道である。維新陽気武道はいわゆるその最小限の力や体力でできる武道であるから、これが若い者が研究したら非常に役立つのではないだろうかと思っている。最小限の動きで、最小限の力でできることという意味で私はやっている。若い者でも最小限の力で最小限の動きでやれば非常に面白いと思っている。ただそのためにはまたスポーツ武道から大きく考え方を変えてやらなくてはならない。まあ幸い私は考えることが好きな人間で、考えてそれを実際に移している。まあ年寄りの暇つぶしと言うたらそうなるのかもわからんけれども、楽しんでやっている。